ダンケルクは、フランス共和国オードフランス地域圏、ノール圏の市。フランス本土最北端、ベルギー国境から10キロの地点に位置し、ルアーブルとマルセイユに次ぐフランス第三の港湾都市で、ある。面積37、34平方キロ、市の人口は7万1300人であるが、ダンケルク都市圏の人口は26万5974人に、達する。 ダンケルクという名は、現地の方言で、砂丘の境界を意味する。ダンケルクの首労、ジャンバティスト・ジョゼフ・ドランブルが行った、四五千個長速量の北限。ダンケルクは、中世には、フランドル博領であったが、1520年に、スペイン王権新聖ローマ皇帝カール五世が、フランドル博を継承したため、その後スペインの統治下に置かれた。 フランススペイン戦争と英日戦争中の1658年にフランスイングランド軍に奪われ一時イングランド共和国領となった1662年にスチュアート町のチャールズ2世がフランスに売却したためフランスに帰属している18世紀後半にかけてフランス科学アカデミーによりダンケルクバルセロナ間の45000の測量が実施され測量成果が 長さの単位であるメートルの定義のために使われた。1848年に鉄道がアラスまで開通し、第一次世界大戦ではベルギーを占領したドイツ軍から砲撃を受けた。1918年1月1日にはアメリカ海軍が水蒸気基地を開いている。基地は急戦協定締結のすぐ後に閉鎖された。第二次世界大戦初期、1940年に、 ベルギー・フランス国境を突破したドイツ軍に押され、34万人の英仏フッツ軍がドイツ空軍の爆撃の中、英国に脱出したダンケルクの戦いで名高い。大戦中、ダンケルクの街は空襲によって大部分破壊されている。1944年6月のノルマンディー上陸作戦以降、北フランスの各地は次々と解放されていったが、ダンケルクと カレーにはドイツ軍が立てこもり、また、連合軍もドイツ本国への進攻を最優先したため、解放されたのはドイツが降伏した1945年5月になってからであった。2002年、ノルウェー戦績の自動車輸送船がバハマ戦績船と衝突して沈没し、このため、英仏海峡の航行に困難が生じた。 翌日ドイツ船が沈没船の残骸に衝突して救助される事故があり、2003年にもトルコ船石船が海中の残骸に衝突した。フランス北部の工業都市であり、鉄鋼、食品加工、製油、造船、化学工業などが盛んである。特に臨海部には輸入鉄鉱石を利用した大規模な製鉄地帯が発達しており、鉄鋼や 重化学工業に関しては、フランスの一翼を担うほどである。英国のラムズゲートとドーバーを結ぶフェリーがある。サイクリングの重要なイベントであるダンケルクの4日間が開催される。ありがとうございます。